相対。男でも女でも、生かじりのものは、そのわずかな知識を残らず人に見せようとするから困るんですよ。三四五教の学問を始終引き出されてはたまりませんよ。女も人間である以上、社会百般のことについて全くの無知識なものはないわけです。わざわざ学問はしなくても、少し才のある人なら、耳からでも目からでもいろいろなことは覚えられていきます。自然、男の知識に近いところへまで行っている女は、つい漢字をたくさん書くことになって、女同士で書く手紙にも、半分以上漢字が混じっているのを見ると、嫌なことだ。あの人にこの欠点がなければ、という気がします。書いた当人は、それほどの気で書いたのではなくても、読むときに音が強くて、言葉の舌触りが滑らかでなく嫌味になるのです。これは、貴婦人もする間違った趣味です。歌読みだと言われている人が、あまりに歌にとらわれて、難しい故事なんかを歌の中へ入れておいて、そんな相手になっている暇のない時などに読みかけてよこされるのは嫌になってしまうことです。変化をせねば礼儀でなし、また容しないでいては恥だし困ってしまいますね。宮中の設置への避難ぞ、急いで家を出るときは歌も何もあったものではありません。そんな時に勝負に寄せた歌が贈られる。九月の菊の縁に作詞のことを思って一生懸命になっている時に菊の歌。こんな思いやりのないことをしないでも、場合さえ良ければ進化が買ってもらえる歌を、今送っては目にも留めてくれないということがわからないでよこしたりすると、ついその人が軽蔑されるようになります。何にでも時と場合があるのに、それに気がつかないほどの人間は風流ぶらないのが無難ですね。知っていることでも知らぬ顔をして、言いたいことがあっても機会を一二度外して、その後で言えばよいだろうと思いますね。こんなことが、また様の神によって言われている間にも、源氏は心の中で、ただ一人の恋しい人のことを思い続けていた。藤壺の宮は、足りない点もなく、才気の見えすぎる方でもない立派な貴女であると、うなずきながらも、その人を思うと、例の通りに胸が苦しんでいっぱいになった。いずれが良いのか決められずに、ついには筋の立たぬものになって朝まで話し続けた。やっと今日は天気が治った。源氏はこんな風に宮中にばかりいることも、左大臣家の人に気の毒になってそこへ行った。一子の乱れも見えぬような家であるから、こんなのが真面目ということを第一条件にしていた昨夜の談話者たちには気に入るところだろうと源氏は思いながらも、今も初め通りに行儀を崩さぬ、打ち解けぬ婦人であるのを物足らず思って、中納言の君、中司、などという若い良い女房たちと冗談を言いながら、暑さに部屋着だけになっている源氏を、その人たちは美しいと思い、こうした接触が得られる幸福さを覚えていた。大臣も
娘のいる方へ出かけてきた。部屋着になっているのを知って、機長を隔てた席について話そうとするのを、暑いのに、と源氏が顔をしかめてみせると、女房たちは笑った。静かに、と言って、教則に寄りかかった様子にも、品の良さが見えた。暗くなってきた頃に、今夜は中神のお通り道になっておりまして、御所からすぐにここへ来て、お休みになってはよろしくございません。という源氏の家中たちの知らせがあった。そう、いつも中神は避けることになっているのだ。しかし二条の院も同じ方角だから、どこへ行ってよいかわからない。私はもう疲れていて寝てしまいたいのに。そう源氏は寝室に入った。このままになすってはよろしくございません。また家中が行ってくる。紀伊守で家中の一人である男の家のことが上申される。中川部でございますが、この頃新築いたしまして、水などを庭へ引き込んでございまして、そこならばお涼しかろうと思います。それは非常に良い。体が大義だから、車のままで入れるところにしたい。と源氏は言っていた。隠れた恋人の家はいくつもあるはずであるが、久しぶりに帰ってきて、方角よけに他の女のところへ行っては夫人にすまぬと思っているらしい。呼び出して泊まりに行くことを紀伊守に言うと、承知はしていったが、同輩のいるところへ行って、父の伊予守、伊予は大使の国で、官名は助になっているが、事実上の長官である。の家の方に、この頃さわりがありまして、家族たちが私の家へ移ってきているのです。元から狭い家なんですから、失礼がないかと心配です。と、迷惑げに言ったことが、また源氏の耳に入ると、そんな風に人がたくさんいる家が嬉しいのだよ。女の人の居所が遠いようなところは夜が怖いよ。伊予守の家族のいる部屋の貴重の後ろでいいのだからね。冗談交じりにまたこう言わせたものである。良いお泊まりどころになればよろしいが、と言って紀伊守は召使いを家へ走らせた。源氏は忍びで移りたかったので、間もなく出かけるのに、大臣へも告げず、親しい家中だけを連れて行った。あまりに急だと言って、紀伊守がこぼすのを、他の家中たちは耳に入れないで、神殿の東向きの座敷を掃除をさせて、主人へ提供させ、そこに、宿泊の支度ができた。庭に通した水の流れなどが、地方官級の家としては、凝ってできた住宅である。わざと田舎の家らしい芝垣が作ってあったりして、庭の植え込みなどもよくできていた。涼しい風が吹いて、どこでともなく虫が鳴き、ホタルがたくさん飛んでいた。源氏の従者たちは、
綿殿の舌をくぐって出てくる水の流れに臨んで酒を飲んでいた。紀伊守が主人をよりよく待遇するために奔走しているとき、一人でいた源氏は家の中を眺めて、前夜の人たちが階級を三つに分けたその十の品の列に入る家だろうと思い、その話を思い出していた。思い上がった娘だという評判の伊予の神の娘、すなわち紀伊の神の妹であったから、源氏は初めからそれに興味を持っていて、どの辺の座敷にいるのであろうと物音に耳を立てていると、この座敷の西に続いた部屋で女の絹ずれが聞こえ、若々しい生めかしい声で、しかもさすがに声を潜めて物を言ったりしているのに気がついた。わざとらしいが悪い感じもしなかった。はじめその前の縁の格子が上げたままになっていたのを不用意だと言って紀伊の守が叱って、今は皆戸が下ろされてしまったので、その室の火影が唐紙の隙間から赤くこちらへ刺していた。源氏は静かにそこへ寄って中が見えるかと思ったが、それほどの隙間はない。しばらく経って聞いていると、それは唐紙の向こうの中央の間に集まっているらしい。低いさざめきは、源氏自身が話題にされているらしい。